からでしょ。本番は何なのさ。ついにあれがだよ。何待望の、え、すっごいんだけど、え、こちらがですね、ようやく、うん、慎重にね、はい、え、うん、何でしょう。何用語本でしょ。ジュエリーボックスだよ。え、ジュエリーボックス、お前のオーダー通り作ったんだよ。ジュエリーボックス、ジュエリーボックス忘れちゃダメだよ。できた。いやマジで本当に、大きいね。ほら、いや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 、本当はこれぐらいのサイズ。いやいやいや、でもなんかその迫力、迫力はあるわ。うん、迫力あるし。うん、いや、あのデザインで出てきたの。いや、あのデザインを超えてると思うよ。すごいよ、マジで。おう、あれから具現化できたの。あれを立体にするって相当大変なんですよ。そうよね。いいんですか、はい、オープンしてください。はい、一生懸命作りました、私。いくよ、一日がかりで、はい、そうですね。オープン、見せて。申し訳ない。あそこがそうか、そっち見てないのか、申し訳ない。いくよ。おい、ほら見て、この綺麗さ。すごい、すごいでしょ。すごいじゃん。すごいじゃん。かっこいい。こういうとこも、うん、じゃあこういう時に、あ、動いてる動いてる、かわいい。壊れちゃったりするから、うん、一旦取れてます。え、あ、ほんとだ。磁石でできるの。足も、じゃあ足も、ちょっと強めな、うん、で、ちょっと足も、だから旅行とか、おとか、こういうのぶつかって折れちゃうから。なんでそれはダメ。あ、これは取れない。取れる、これ取れる、うん、いや、取れなそうだけど、取れる取れる、引き抜いて、もう一回上に、あ、これは、山崎さん、ジュエリーブックじゃないんだ、これは。これは USB なの。オーダーブルでしょ。すごいじゃん、これって USB なんだよ。で、ここからまたパソコンとかにつけて、そう、で、このジュエリーボックスに入れて、ジュエリーの思い出とかを全部この最高じゃん、そう、 USB に入れられる。データを入れてね、データを入れられる。で、これで開けられる。最高、最高。あれ、なんか、これこうやって開けるのか。そうそうそう、そのまま、もうこう開かないのね。そうそう、そうやって開けない、その重さで、これがガチン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 。だからこれもこういう形にしない。あ、そうなのね。だから簡単に抜けはしないんだね。そう。へー、すごいだろ。最高じゃん。すごいんだよ。これ引き出しは？引き出し、あ、下下下。ん？あ、ここだけなんだ。そう。あ、これは別に開ければいいのか。使ってるから、そう。ああ、そういうことね。引き出しも作ってる。かわいいじゃん。確かに。なんかもう、ベロのすごい。ベロのデザインすごい。もうでも普通だもんね。はい。これで使えるもんね。いやいや、ちょっと使っちゃダメだよ。手足がね、いらないっていう方はね、万が一。万が一よ。これ作るのめちゃくちゃ大変なんだよ。いや、万が一。本当に大変なんだよ、これ作るの。いやいや、だからでもそれはすごい、だからニーズにちゃんと考えてるね。考えてる。ああ、ちょっと置き場所がないっていう人はこのぐらいのサイズにもなるってことだよね、これね。いや、この置き場所がない人はもうこれをまあちょっと頼まないでほしい、うん、これで、これで頼んでほしい。やっぱり手足ついてね、絶対。いや、でもいいよこれだろ、これば一日かかるね。一日かかるで、あ、一日かかんだこれマジで。どうするかから、おー、これちょっとでも絵なんだね。そう、これ、あー、ちょっとでもやっぱこれだから、あ、このとこだよ。あー、ここ掘ってるのね。そう、うーん、まあ、でいいじゃん、いいじゃん。しかもこれいいじゃん、これヒノキなんだぜ。いや、いい匂いするもんね。すごいいい匂いするんだよ、これ。めちゃくちゃ、あ、でも作った日も刻んであんじゃん、はい、刻みました。これあのレーザーで、あの削って、あ、入れん、これどこで、どこで作るのこれ。草加です。あら、埼玉まで言ってくれたの。へえ、草加でできんだ。大阪の生放送終わりに行けんだぞ。大至急新幹線。あの日東京駅から電車乗り継いで上野から13時半入りだって言ってた。そうだよ、あの日これやってくれてたんだ。そうだよ、で、そこまで電車で全然座れなかったよ。
本ですけど、在来線で在来線で行ったんだろねえ、急げって言って、あそうなんだ、大阪帰りだから荷物も多いわ俺え、これを何体だっけ、これって一体一体で一体でしたっけ、一体当たり前じゃん、これ何体かみたいな、い奥さんも欲しいみたいなの言ってなかったっけ、いやだからもうちょっと軽いもんだと思ってたけど、だから、うん、でもこれを作るとなると、まあ、無理あ、これもこれでもこれ正直ここまで俺も作ってないのよ、このボタンの部分とかまだできだから、6時間、うん、6時間ぐらいか、うんうん、7時ぐらいまでしょ、そうですね、まで一生懸命やって、でそれ で, それでほぼ完成に近づけて、あとでも上にこうニス塗ったりとかも含めて、すごいな、俺のパソコンにパッてさせる、こっち待って、ちなみにこれさせるそこはちょっとあれなんだけどいやパソコンのあの一応パソコン持ってきて、うん、先に刺さないと、そうですね、刺して、はい、あ、今はもう変わってんだよ、だからタイプ C に刺して、うん、こっちがね、こっちね、いくよいいよ高さ合わせて、いや高さ合わせてやったらそうそうそう、いや高さそうそう、うん、高くないねえいや折れちゃう、いやいや折れちゃう危ない危ない危ない、なんか下にかませて、何か入れなきゃいけないの、私の下の段とかはこうしてあこうしてやるしかないのパソコンをこうやって引き出しの1段目を使えるからUSB 挿すときね、これで一つご相談で、うん、1名じゃないですか、はいはいはい、どう募集してどういう方にあげるかっていうのをチェンジする、これ見てよ、絶対欲しいよこれ、もう普通に、うん、そのあ抽選でなのかってこと、募集でいいのか、おうおうおう、まあ、なかなかの力作なんで、うんうんうん、そうでしょう、でちょっとこの間柴田さんは作りながら、うん、そっか、はがきでもらおうかみたいなことしたの、ああなるほどね、はがきってすげえ手間じゃん、まあ、柴田さんがだからまあまあどうだろうね、まあ私に行ける範囲ぐらいの人がいいもんねいやせっかくだからせっかくだから手渡しの、まあだっていや、送れるよ、ほんとこの稲話で郵送できるようにこれ取れるようにしてるのいやいや、でもせっかくだからなんか会って渡したいみたいなのない、いや、いい、その喜んでる映像だけいただければ大丈夫、発想を持って返させていただければ大丈夫、いや、でも柴田さんの思いがね、ちなみに何票ありましたっけ、作ってほしいっていう人は360ぐらいでしたかね、あ、360作ってほしいがあったの、欲しいが、じゃあ欲しいよ、360で、うん、そのうち300ぐらいになってた、なんか減ってたんですよねなんで減ったんだって、欲しいが減ったんですねあ、じゃあその300の方からってこと、それともまた改めて募集する、いやでもほら見たはいいけどちょっと違うなっていう人もいるじゃない、だからそれも当然います、まあ、こんなことちょっと考えたくないですけど、ゼロだった場合はいや、これはもう、確かにこれは確かに柴田さんのお家で預かってくれるんだろういや誰かもらってよ、いやお前持ってないだろ、いやゼロだ、いやでもゼロだった場合よ、ゼロだった場合ないから、ゼロなんてゼロだったらでも絶対ない、決めとか、いや大丈夫、そんな強く言っちゃうと反応しちゃうよ今みたいに強く言っちゃうと柴田さん確かに、いや万が一一応考えとかないと、いや一応考えとかないと持ってくけど、うん、それゼロだった場合はね、本当に持ってっちゃう、逆にいいのああまあ、ね、そうですね、あはい、じゃあゼロだった場合はまあその USB まとさやに収まるというご自身のUSB ついてたこの USB 挿すのめちゃくちゃ苦労したんだから、あそうこれヒノキ作った模様みたいなのは YouTube で見れるってことですね、上がった後これがアップされます、あーなるほどね、はい、はいはいはい、あの完成品はじゃあ僕が YouTube で見ればいいのね、はい、柴さんの奮闘ぶりをね、おお完成はここで初めてです、なるほどなるほど、すごいんだからこれ本当にプロの職人さんでも結構難しいやつで、これはみんなでアイディア出し合ってどうやったらこれがうまく作れるかっていうのええー、やでも職人さんもやったことないぐらいの、だから結構その木がやっぱ壊れちゃうみたいな、そうみたいな、結構
どうしようってね、彫刻刀とかのみだと割れちゃうから、これ火が難しい、うん、これ2つをつなぎ合わせてるの、これって。ああなるほどね。 USB 挟まなきゃいいね。そっかそっか。このせいでしょ。相当しこの何職人の技が凝縮された感じになってるんだね、ちゃんとね。これで下にもあれなんだ、この滑らないように滑らないように滑っちゃうから、滑り止め引いて、木傷もつかないようにね。傷がつかない。ちょっと足も開いてんだね。いやこれも角からすごいね。あ、内股にもできる。角からどの角度だ、バランスで、うんうんうん、はみ出したくない人はまっすぐにすればいいし、うんうんうん、ドーンと来たい人はガニ股にしてもいいし、へバランスも面白いね。いいだろう。うん、すごいんだろうね。すごいよ。機械ってすごいぜ。いやでも柴さんこれ何でも作れるんじゃない、このこうなったら。いやいや、一人では無理よ。その人たちがいるから完成できた。相当その人たち何パーセント、その人たちでパーセンテージ、その感じで言うと90 やっぱそんなにむずいんだ。柴さんが手出せるような案件じゃないんだ。まあこれをこういうのを切って、うん、もう組み立てるとかっていうのは、まあ、ここでやったの。そう 100% だけど、本当に難しいとこってこういうとこじゃん、うん、まあ、こういうねこれは全部切る、うん、こういうのは本当にできるんだけど、こういう組むのはね、うんうん、引き出しとかも全部自分でやったりでやってる。なるほどなるほど。この R もそうだし、こういうのそうね、優しいよ、こういう綺麗な R がかかってるとかいうのもさ。でももうこうやってこう考えたら、まあそれでいいなら何名かには当たるけどね、この音。いや右手希望とか、ね、だめだよね、全部でね、あ全部まとめてたもんね。また改めてじゃあこれ欲しい人に、じゃあ改めとりあえず送ってもらおうかね。これを見て、うんうん、これを見て欲しい人 X でいいですか。 X でいいですか。その欲しい、やっぱ思いは書いて、なんで欲しいかみたいな、うんうん、思いを使う、うん、そうだね、うん、ちゃんと書いてほしい。それもいや、じゃあもう思いのやっぱ強い人には、欲しい、本当に欲しい人ね、当たってほしいよね。うん、なんで X、うん、X ってとりあえずまず欲しい人を募集 してからじゃないとね、始まらないというか、うんうん、X に思いを込めて、ね、はい、じゃあちょっと募集しましょう。書きます、書かない方がいい。ああどうだろう、まだ、あ、来てからの方がいいでしょ。だってあ、お名前書くから。ああそうですね、そのそうそうね、確かに。だからその募集欲しいとサインいるかいらないかも一応ね。あ、そうね、それ一応ね、ショックだけどね、うん、いらない人になっちゃった場合。いやいや、ジュエリーボックス好きの人もね、いるから。そうですね、そう転売しようとしてるの、そいつ。ジュエリーボックスが単純に好きで、正直我々のファンとかじゃないから。そんなやつはこれ、応募してこないって。いや、これは、USB なんだから。これは、ジュエリーボックスじゃなくて、ね。いや、これはいいよ、じゃあ募集しましょう。はい、はい、もう想像以上にできなかった、びっくりした。